の金子はどうするか。さあ先頭誘導員と車間を空けた4番の近藤、あくまで関東ライン、他の2つのラインは関東ラインを警戒します。残り2周を過ぎています。4番の近藤隆二、先頭誘導員の後ろ、後ろの様子をしきりに伺いますが、さあ7番の金子が仕掛けていく。金子が前に踏んでいきますが、4番の近藤を前に踏む。残り600の鐘、7番の金子が一気に出切った。2番手は9番の平原、3番手1番の芦沢、4番手8番の坂本まで出切りました。さあ5番手が少し並走になって残りが1周、これは関東勢のペースか。7番の金子が先頭です。2番手は9番の平原、3番手には1番芦沢、まくってきたのは5番の畑、畑が2番手横まで迫ってくるが、9番の平原これを横に張りながら前に踏んでいく。さあ9番の平原が先頭だ。2番手は1番の芦沢、3番手3番の湯圧が続いた。4コーナーから直線、後方落車待った。9番の平原先頭、平原先頭ゴール。2着1番芦沢、3着3番の湯圧。